さあ石井さん、本日は常に最先端の文化を発信し続ける中央区銀座にやってきました。富山さん、うん、今日は銀座しに来たんですか？そうそう、たまには銀座をブラブラ、家違いますよ、家紹介しますよ。こちら銀座でですか？銀座のです。もうはがき1枚分ぐらいの土地が65万円する1平米で 4,5 千万円するというエリアの希少物件です。それはマンションですか？うん、違うんですよ、戸建てです。びっくりしちゃいますね。行きましょうか。はい、早速銀ブラしながら。そう、もう歩いていきますからね。マイホームが銀座。マイホームが銀座。銀座がもう庭ですよ。すごいですね。山の楽器があって、急遽堂があって、はい、まさに日本一地価の高いエリアを。すごい、ね、もう歩いてるだけでチャリンチャリンチャリンって。そうですね、音がしそうですね。そうね、はい、楽しみですね。はい、東京都中央区銀座は江戸幕府の時代に銀貨の鋳造所として栄えたことが地名の由来となっています。現在では百貨店やさまざまな飲食店、ランドマークが立ち並び、数多くの人々がショッピングや観光に訪れにぎわいます。国税庁が毎年発表する路線価では、銀座5丁目の急遽堂前が33年連続日本一となるなど、今や世界に名を馳せるブランド価値のある街です。そのような銀座アドレスの希少な物件とは。さあ石井さん、はい、こちらですよ。まあすごいですね、もう一戸建てというよりビルディングですね。そうなんですよ、重量鉄骨造6階建てですからね、まさにビルです。はい、さあこちらは銀座1丁目、はい、東京メトロ有楽町線の銀座1丁目駅徒歩4分、銀座線の京橋駅徒歩4分、都営浅草線の宝町駅徒歩4分など、なんと7路線8駅がしかも全て10分以内で利用可能という超都心立地です。よりどりみどりですね。はい、銀座ってお買い物するところだと思ってました。うん、もはや銀座は住むとこですよ。あ、素敵な響きですね。はい、しかも全面道路も広いですし、この南西向きという好条件、さらにはまあ戸建てですからね、大きなビルトインガレージもあります。天井が高いので、うん、車高の高いミニバンですとか、はい、かっこいいスポーツカーも似合いそうですね。いいですね、銀座らしいですね。では楽しみな室内を見ていきましょう。はい、西地さん入ってきましたよ。はい、うん、こちら上下にシューズクローゼットがついてますので、はい、たっぷりと収納することができます。さらにはこちらおしゃれなデザインのエコカラットを採用してますので、調湿機能があってカラッと快適なエントランスになります。さあそして石井さん、こちら、はい、洗面ルームが2ボールタイプでございます。2ボールタイプで、しかもボールも大きい浴室。わあ、シンクで素敵ですね。シャレですね。ブラックが貴重となっておりますね。しかもあの銀座の新築一戸建て、私初めてなんですけど、はい、こんな大きな浴室テレビも初めてですね。すごいですね。さらにジェットバス、そしてミュージックバスになってます。もうスピーカーがついているので、まあ、Bluetooth などでつないでいただいて、お好きな音楽を聴きながらお風呂に入れます。もうお風呂から出たくないです ね、 ね。そしてこちらにはホームエレベーターがついております。重い荷物も楽に運べていいですね。そしてこの1階にはこのほかトイレもあります。それでは石井さん、はい、LDK 行きましょう。楽しみです。あ、明るいですね。明るい、あ、前面に建物がないので抜けた景色がいいですね。そうですね、こちらにも窓がございますのですごく開放的。はい、明るいですね。すごいすごい、天井の高さもあって、ええ、あとこれだけ十分な幅がありますからね。大きなソファーセットを置いて、はい、こちらは大画面のテレビを、うん、ね、ダイニングテーブルと、まあ、ゆったりと家族団らんできるスペースができますね。そしてキッチンスペースも作り付けの収納たっぷりあっていいですね。こちらはタッチレス水洗ですね、うん、便利ですね。しかもこちらエコナビ節水モードがついているので、
手やお皿をかざしている間だけ水やお湯が出るようになってます。こちら食洗機もたっぷりと洗うことができますね。こちら IH のクッキングヒーターもフラットですからね、お手入れもしやすいですし、やはり火を使わないので安心ですね。3階は広いですね、11.2 畳の洋室になります。いや贅沢にね、この広さを使うというのがいいですね。ダブルベッドを置いても余裕がありますね。確かにね。こちらウォークインクローゼットはたっぷりと収納することができますね。この他3階には洗濯機置き場と手洗い付きの広いトイレもあります。こちら4階は廊下に収納がございます、たっぷりあって、こちらはトイレですね。また広く手洗い付きでトイレが広いのは嬉しいですね。嬉しいですね。そしてこちらは 12.6 畳の洋室です。下よりもさらに広くなりましたね。広くなりました。いや贅沢だな。もうどの部屋をマスターベッドルームにしてもいいですね。そうですね。5階はまた仕様が違いますね。5階には大容量の収納と洋室が2部屋あります。ご家族構成に応じて分けて使ったり広く使ったりと、大変便利に使用可能な間取りとなっています。西地さん、最上階に上がってきましたよ。来ましたね。6階には大きな難度があります。もちろんお部屋としてもご利用できますし、季節物の収納としてもお使いいただけますね、はい。そしてこちら出ますと、さあ来た、ルーフバルコニー、富山さんの大好物ですね。大好物、しかも銀座、最高。ありがとうありがとうございます。いやもう夢のようですよ。すごいですね、銀座ルーフバルコニーかも。高い建物、マンションなどもあるんですけど、ここ開けてますね。そうですね、ものすごい開放感。こちらの建物の周りだけがこう抜けてる感じがして、緑も見えて、いや立地が素晴らしい、はい。しかもね、これだけの広さがありますから、ご友人方をお呼びしてルーフテラスパーティー、そうです ね、銀座のデパ地下で美味しいものたくさん買い込んで持ち寄りパーティーとかいいですね。最高ですよ、はい。さあいかがでしたか、銀座1丁目の居住用新築ビル。世界に誇る銀座という土地にマイホームを持てるというのは素晴らしいなと思いました。まさにステータスですよね。それが日常となる喜びを手に入れていただきたいと思います。さあこちら気になられた方はぜひともお早めにお問い合わせください。お待ちしております。